サスケのことを知ったナルトの境地は。ナルト。ガーラ？お前たちにすぐに聞いてもらわなければならないことがある。そうか。そこまで荒れた階段になったとはね。それにしてもサスケは、まさか階段まで襲ってくるとは。ナルト、これはお前を守るための戦争でもある。暁の配下としてサスケが忍び連合の前に立ちはだかるなら、サスケはお前を見ようとはしていない。自らサスケの友としてお前が本当にやるべきことをやれ。ガーラ、俺はお前を友だと思っている。かつての俺にとって友とはただの言葉だが、お前と会って気づかされた。その意味することが何なのか、お前はサスケのために何をしてやれるのか。ではな、ナルト。ナルト。おい、ナルト、大丈夫か、ナルト。私が必ず。よし。師匠譲りのパワー受けてみる？譲りのパワー受けてみる？任務開始。サスケ君は私が止める。ナルトにだけ重荷を背負わせたりはしない。バカつけ。こいつらが踊ったことは、やっぱり暁に。もう昔のサスケ君には、サスケ君に近づけさせない感じに。こいつに、こんなところでグズグズしてられない。急がないと。
こんなところでグズグズしてられない。急がないと。こんなところでグズグズしてられない。
ところでグズグズしてられない。オーケット、よし、このまま一気に突破する。早く早く森を抜けなきゃ。オーケット、こんなところでグズグズしてられない。オーケット、オーケット、早く森を抜けなきゃ。急がないと。サスケ君を止めるつもりですか、さくらさん。その声はリーさん。みんなで力を合わせるべきです。引き返してください。すみません、私はもう決めたんです。ならば腕ずくで止めます。すみません。さくらさん、一人で肩をつけようなんて無謀です。分かってる。でもこれは自分で決めたことなんです。だからお願い、私を行かせてください。そればっかりはさくらさんのお願いでも無理です。早く行かないと追いつけなくなる。すみません、でもこれはさくらさんのためでもあるんです。なんとかしないと。やりますね。ですが負けるわけにはいきません。はいはい、やっ、この発動部、私は誰にも止められない。はい、やー
何が何でも止めてみせます。はい。お願い、リーさん、分かってください。さくらさん、待ってください。言ってはダメです。ごめんなさい、リーさん。この先にサスケくんが。任務達成。近いってことね。